はい、皆さんこんにちは、クニネムです。今日もね、この川崎の ZRX、修理の続きをしていきたいんですけども、やり始めましたこの前タイヤホイールですね。これホイールの方色塗りたいなと思ってたんですけど、ちょっとあいにくの雨がもう止まない感じでずっと降ってまして、大丈夫だと思うんですけども、やっぱり雨降ってない時にしようと思います。もうこのまま放置で延期ということで置いときます。で、今日はね、部品が届きましたんで、こちらをやっていきたいと思います。これ何かと言いますと、水回りの部品なんですけども、左から行きますと、これが電動ファンのスイッチですね。ラジエーターについてるスイッチです。で、このスイッチがちゃんと機能するのかどうか、これ見ていきたいと思います。で、3つのうちの2つ目がこのラジエーターキャップですね。これがついてたラジエーターキャップです。で、今回買いましたのがこれなんですけどね、このついてたこのラジエーターキャップ、これがね、純正なんですね、川崎の。でね、3000円近くするんですね。で、これはね、スズキの何かの車種用なんですけども、これ1000円だったんです。だからちょっと社外品は嫌だなと思ったんですけども、スズキの純正品ということで、純正は純正なんで、これで、やろうと思います。ずっとね、これちょうど、デザインもね、私好みで、純正っぽい感じでいいかなと。で、ここにね、つながるんですけども、一度つけてみたいと思います。まずこれがもともとついてた川崎の純正のやつです。当然つきますね。こんな感じです。で、この真ん中の穴ですね。これは空欄灯を入れるときに使う穴なんですね。圧力をかけるというので必要な穴なんですよね。で、これがちょっとね、3000円近くするいうので、ちょっと高くて買えなくて、このスズキのね、これを買いました。で、これがですね、同じ A 型なんで、つくのは当然つくんですけども、つけた時にね、もうすごい純正っぽいと、スズキの純正ですけど、すごくかっこいいんですよね。で、すごい気に入りました。で、番号一応写しときます。スズキの何かの車種のラジエーターキャップです。つけますとね、こんなしっくりくるんですね。川崎の純正の新品よりかっこいいかなと私はちょっと思ってしまったんですけど、真ん中のね、この圧力かける穴がないんで、それはね、クーラントの入れるときにサービスマニュアル通りの入れ方ができなくなってしまうっていうのがあるんですけど、値段3分の1ですんでね、これ、買って正解というか、久しぶりにいい買い物をしたなと思いました。はい。で、次に、サーモスタットですね。ここがサーモのハウジングで、この中に、サーモスタットがね、こう入っていると、こういうものですけども、ついてたものがこれで、もう粉を吹いてね、これは何なんでしょうかね。で、もともとこういう黄色っぽい、サーモスタットもありますよね。その金属の材質か、ちょっとわかりませんけども、これはでも確実に粉を吹いてますんで、こんな感じです。で、買いました。これ、川崎の純正です。ね、綺麗ですね、やっぱり。番号がこうなってますけどね。この ZRX 用の新品です。はい。ということで、点検していくんですけども、順番で、まず、ラジエーターキャップから見ていきたいと思います。で、この取り外したキャップと新しいキャップで、どっちにしても新しいキャップつけるんですけれども、取り外したこのラジエーターキャップがどんなに傷んでいるのか、それが知りたくて今回点検をします。全く異常がないのであれば、表面汚れてますけども、交換する必要ないということがわかりますから、興味本位でね、見たいと思います。で、サービスマニュアルを見ますと、使ってるやつね、
1.1 キロの圧力のキャップです。ついてたやつよりもちょっと見にくくなってるんですけども、どこかにね 1.1 って読めるのがあったと思うんですね。ちょっともう見にくいですね。で、1.1 と言いましてもサービスマニュアルを見ますと、0.95 から 1.25 キロということになってまして、ちょっと幅があるんですね。で、その圧力をかけまして、まあ、エアが漏れないということと、それ以上の圧力をかけたときに、ちゃんとそれ以上の圧力分を弁が開いて逃がすということを確認するということです。で、液体の圧力をかけたときに、その圧力を6秒間は保持しないといけないということも書いてましたね。それを見ていきたいと思います。で、サーモスタットの方ですね。で、これは水温が上がりますと弁が開いて、冷却水を循環させるというね、まあ、そういうバルブみたいなもんですけども、その条件がですね、開き始めの温度が水温80度から84度、まあ、この4度幅を持たせてくれてるんですけど、まあ、それはきっちりこの温度でっていうわけではないんですよね。ただもう一つ全開リフトっていうのが規定で書いてまして、水温が95度になった時にこの弁がね8ミリ以上開かないといけないということが書いてました。ですから開く開かないのことだけではなくて、開く量もちゃんと点検してくださいということですね。で、次にこのファンスイッチ、電動ファンを動かすためのスイッチですね。これはちょっとね、回路を見た方が早いです。はい、電動ファンのスイッチの回路、これサービスマニュアルですけども、スイッチこれなんですね。で、これが電動ファンです。で、まあ、プラス電源とマイナスと、まあ、直流で、こう、12V つながってファンが回るということですけど、このファンスイッチがここに片切りしてるんですよね。ただそれだけのすごく単純な回路です。まあ他に片切りしてるもんでね、この、これヒューズですかね。こっちも、これは片切りしてないな。ここのヒューズも、まあ、割り込んでますけど、基本的にこのスイッチですね。で、このスイッチの、温度ですね。これが、ちょっと、サービスマニュアルめくれないんで書き出しましたけども、温度上昇時93度から103度で、導通がオンになると、ですからスイッチの接点が、メイクするということですね。どこやったかな、そうですね、93度から103度まで水温が上がりますと、まあ、これね幅が10度ぐらいあるんですけどね、まあ、その10度の間で、ここの接点がメイクすることで、この片切りを閉じるということですね。で、今度、温度が下がってきたとき、さっきの動作でファンが動いて、水温が下がってきたとき、これは91度から95度で、この回路を絶縁すると、ですからブレイクするわけですね、この接点が。で、それでもファンは動かしませんということなんで、まあ、実際動作で言うと、回ってたファンが閉じるという動きをするわけですね。で、この条件がここに書いてますね。サービスマニュアルを持っておられる方は、ページで言いますと15の5ページということで、ここに書いてます。93度から103度で、メイクすると、91度から95度まで温度が下がると絶縁しますということですね。これを、ラジエーターキャップ、サーモ、ファンスイッチ、この順番でね実際に点検していきたいと思います。はい、ちょっと雨がすごくきつくなってきて、雨の音がうるさいと思いますけどすみません。ラジエーターキャップ点検していきます。この道具を使います。これで実際にキャップに圧力をかけて、圧力のかかっている具合をこのゲージで見ていきます。キャップは 1.1 という指定なので 1.1 まで圧力をかけていきます。で、ね、このゲージで言いますと 1.1 までずっと増えます。で、それ以上さらに圧力をかけたときに、
まあ、その多い分の圧力がちゃんと抜けてくれるかどうか、まあ、実際には抜けたものはね、あのリザーバータンクに行くということですけども、この機械、この道具ではプシュッとね、圧力の空気が逃げるという動作をしますね。で、次にそこから、1.1 まで下がるはずです。で、下がって 1.1 規定の 1.1 キロのところで6秒間保持できるかどうか。まあ、例えばこの中のね、ゴムシールが傷んでたりしますと、圧力を上げることもまあできないですけど、微妙なところで仮の圧力が上がったとしても、まあ、1.1 のところを保持できなくて、圧力がどんどん逃げてしまった圧力が下がると。いうことになる、なれば、もうそのラジエーターキャップはダメですよということが言えますね。そしたらこの取り外した古いやつから見ていきます。圧力を加えていってます。もう全く圧がかからないですね。全部抜けてしまいます。ゼロですね。全く圧力を保持しない。ですからこのついてたキャップはもうどこかからもう漏れまくっているということですね。もう絶対使えないですね。6秒保持、そこまでいけないですね。もうずっとゼロのままで全く圧がかからないです。次に新品の方をやってみます。圧力をかけていきます。新品なんでうまく圧力かかるはずですね。 1.1 を目指します。いきますね。もう一回。きっちり多い分の圧力はこっちからエアが逃げてますね。ただ 1.1 までいかないですね。1.05 ぐらいまで行きまして、そこから 1.01 ぐらいですかね。で、まあ、6秒は十分保持していると思います。ちょっとですね。1.03 ぐらいだと思います。はい、ということで、このついてたやつね、もう見るからにも劣化してますけども、まあその通りで、もう圧力が全くかからなかったですね。で、こっちの新品の方、あのサービスマニュアルの、規定値、これそれには十分収まってます。サービスマニュアルの規定はですね、0.95 から 1.25 キロということなんで、サービスマニュアルの、範囲には十分収まってますね。はい。で、ラジエーターキャップですけども、初めに言っとけばよかったんですけど、まあ、どれを買ったらいいのかわからないっていうのが多分あると思うんですよね。オートバイの場合ですと大体もうこういうね、A 型で 1.1 キロっていうのがまあよくあるパターンだと思うんですけども、大きく大体3種類の形の違いがありますね。で、まず、今回ね、オートバイに使うこの A 型というやつですけども、これも A 型です。これも A 型です。ここのね、形がこういう形なんですね、この中身が。これが B 型というやつです。
形がちょっと違うんですね。この小さいというか薄いというか、 A 型はこうなってますけども、 B 型はこうなってますと。で、最後にこの大きなやつっていうのがあります。こういうのがありますね。まあ、オートバイではないと思います。自動車用だと思います。で、この蓋の形はね、こういうつまみがこのね、羽のようについてるのもあれば、今回のオートバイ用みたいにね、こういう形のものもありますけども、まあ、どちらもつきます。つけてみますと、本来はこれね、 ZRX のこの A 型のね、このここが大きなやつですけども、当然つきますよね。つきます。で、今回買いました鈴木のやつ、これもね、鈴木のやつですけども、 A 型という規格のやつなんで当然つくと。これ車用なんですけど、これも A 型なんで、これもつきます。ね、つきます。ただ、この B 型ですね、この形が違うやつ。頭の形、蓋の形は同じなんですけども、中身が違うというやつですね。こう。中身が違う形。これはね、つかないんです。これは、まあ、言ってた大きいやつは自動車用なんで、まあ、オートバイにはほとんどないです。ですから、もう A 型で、こういう形で、1.1 って書いてたら、もう大体のバイクはそれでいけると思いますね。はい、次はサーモスタットですけども、お湯の中に入れてね、見ていきたいと思います。新しいのと古いのですけど、おそらくちゃんと動作するであろう新しい方を先にやりたいと思います。まあ、こういう動きをするっていうのはちょっと確認して、古いやつがどうかっていう見方をしたいと思います。はい、で、繰り返しになりますけども、このサーモスタットは80度から84度で開き始めると、で95度で全開、全開リフト8ミリ以上すると、いうことですんで、80度まで上げていきます。80度まで上げたらダメだな。80度手前ぐらいまで上げて、今が、60、どんどん上がってますね。61度、62度、63度。ぐらいになってますんで、ここでもうサーモをお湯につけます。こういう感じですね。これで80度まで待ちたいと思います。はい、今の温度が65度、66度、67度、結構いいとこまで来ましたね。80度からこのサーモが開き始めるということで、もうすぐだと思いますね。はい、今80度になりました。ここからですね。80度から84度の間で開き始めるのが、まあ、正常ということで、映らないな、この、あ、映った。はい、ちょっとガスが切れまして、で、今ガスを変えました。開き始めてきましたね。ちょっと温度が今が、84度、5度。で、このサーモ自体に泡がすごいついてて見にくかったんですけども、泡を取ってやると、だいぶこの、
この、なんていうんですか、真ん中がこう、降りてきてるっていうことですね。84度で開き始めてますんで、このまま95度、最大リフト量というところまで行きたいと思います。95度行きましたんで、これで取り出してみてみます。67、もう戻ってきますね、すぐにね。ちょっともう一回やります。はい、95度行きました。これで取り出してみます。わあ、映るかな。はい、これ今で9ミリ、10ミリほどありますね。ピントが合わない。7、6、どんどん減ってきますね。はい、95度行きましたんで、これで測ります。このピントがどうだ、映るか。10ミリほどありますね、今。ピントが合わないな。ピント合ってくれ。あ、もうダメだ。はい、とりあえずリフト量はちょっとカメラに収めるのがちょっと難しかったんですけども、まあ、いけてると思います。何度かやりました。で、この開いてる部分ですね。ここね。こんだけ開いてます。まあ、これが正常ということですね。ピントが合わないからな、もう。はい、それでは次に、この取り外した古いサーモですね。これがどういう動作するか見ていきます。80度になりました。ここから、サーモが開き始めていってくれないとダメですね。この中の円が沈んでいくということですけども、なんか見にくいですよね。いまいち変化はないように見えますけども、もう84度に来ました。この時点で開き始めてなかったダメと、あ、開き始めてきましたね。少しずつ沈んできてます、この真ん中の部分が。開いてきてますね。ここにも隙間が見えてきてます。ここに隙間が。こっちも、この辺にも隙間が、この角度から見えると思います。で、今、温度が、90度に達しましたね。このまま95度まで温めて、95度のリフト量を見たいと思います。はい、95度行きましたね。これで見たいと思います。少な、7ミリ。ピントが合わないな。なんだ、もう減ってきた。5ミリ。
7ミリですね。はい、ということで、開き動作見ましたけども、これだけ見た目が劣化しててもちゃんと動いてますね。まあ、ちゃんとではないですけど、開き始めがちょっと遅いというのと、まあ、全開リフトをするのがちょっとそれも遅く、リフト量も少ないということですけどもね、もう全く動かないのかなと思いましたけども、それなりには動いてました。で、新品は、まあ、当然って言ったらあれですけども、まあ、ちゃんと動いてますね。開き始めのところタイミングはちょっと よく見れてなかったんですけど、まあ、84度の時に沈んでいくのが見れましたんで、まあ、問題ないと思います。で、リフト量もですね、もう10ミリ近くリフトしてましたんで、十分ですよね。こっちは95度付近で、8ミリ以上のリフト量ありませんでしたから、やっぱりちょっと開く量が少ないですね。まあ、当然交換しますけども、まあ、これぐらいの見た目の劣化具合での動作は、まあ、そういう感じということですね。次にこの電動ファンのファンスイッチですね。水温が93度から103度まで、上昇しているときに導通が出ると。で、水温が下がってきて91度から95度で、絶縁すると、まあ、それの点検をしてくれというふうにサービスマニュアルには書いてます。ちょっとね、これまたお湯の中に入れて導通見ていきたいと思います。で、今現状ですね、導通がないはずですよね。そんな高温ではないので、電動ファンを回す必要はないので、接点が開いているはずなんで、そのオープンを見ときたいと思います。はい、それではこれで、水を温めていきます。50度ぐらいですね。これで93度まで上げていきます。で、現状この水温は低いんで、スイッチはオープン状態ですね。で、これが93度から103度の間で、メイクして導通がオンになれば OK と。しばしこのまま待ちたいと思います。はい、今ですね、88度ですね。で、このまま93度まで行って、導通が変えるのか。今90度になりました。10度ぐらい幅がありますので、93度から103度ということで、103度はちょっと作れないと思うんですけども、見てみたいと思います。今92度、手がこの距離でもすごい熱いんですよね。あたた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 、あれ、導通帰りませんね。97度になりました。あたたたたたた、あ、導通帰りましたね、今何度だ。97度、97度で導通帰りました。このままちょっと上がるとこまで上げます。98度、導通帰ってます。これ以上温度も上がらんかな。
今 98.3 度でずっと止まってますね。あち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 、まあ、とりあえず導通が97度で帰りましたんで、規定範囲で動作してます。これで冷ましていきます。今火を切りました。温度が下がっていくときですね、91度から95度の間で、絶縁されるということで、ここからね、温度下がっていくのを見ます。今絶縁しましたね。89.7 度、 89.7 度で絶縁しました。ですから絶縁する温度がですね、サービスマニュアルよりも1度ぐらい低かったですね。ですから極端な言い方すると、水温が下がってるのに電動ファンが回り続けてる、水温下がってきたから電動ファン止まってもいいのに動いてるというのが、まあ、1度多いということですね。まあ、全然誤算の範囲だと思います。きっちり導通が出て、絶縁も出てますんで、ちょっと規定から外れてますけども、まあ、大丈夫だと思います。はい、ということでね、今日は3種類点検しましたけども、まずラジエーターキャップですね。もう完全に死んでましたね、ついてたものは。新しいものに交換したいと思います。で、サーモですね。これは良くはないですけどね、新品に交換しますけど、思ってたよりちゃんと開いてましたね。開く量が少なかったり、開くタイミングが遅かったりはありますけど、まあ、完全に開かないというわけではなかったですね。で、最後にこのファンスイッチ、これはちょっとね、水温下がってきた時のブレイクですよね。絶縁するタイミングは一度ぐらいちょっと少なかったですけど、低かったですけども、まあ、それ以外はちゃんと動いてましたんで、このまま使います。ということでね、この部品を、このね、下の3つをまた車につけていくということで、続きやっていきたいと思います。ということで、今日はここまでとします。またご興味のある方、お付き合いいただければと思います。それでは。